中にどうしたの？寂しくない？お姉ちゃんっていいなほんまええわタイプほんまやなほんまやなその代わりその代わりなんやあなたの血をちょうだい何？月の光を背に受けて闇にうごめく悪を断つ人仮面ファラオンここに見参ファラオンね、いただきます。はい、早く起きてご飯食べないと遅刻よ ね、 ねってお父さん昨日も遅かったの？うん、得意先の接待で新宿で夜中の3時まで飲んでたらしいの。うん、それ毎日ご苦労様。うん、あ、夏美がねもう1週間も学校に来てないの。夏美ちゃんってあのご両親が離婚したっていう子？そうそう、夏美のお父さんが、うん、外に女作って家飛び出しちゃったんだって。あら、それもさ離婚する前からもずっとその女の人のところに入り浸っちゃってなかなか家に戻ってこなかったみたい。ねえ、うちのお父さん大丈夫かな？浮気してるかって？うん、お父さんに浮気ができるぐらいならもっと出世してるわよ。いつまで経っても万年係長でもね、仕事仕事って言っているお父さんよりもアスカとお母さんのこととっても大切にしてくれてるお父さんって素敵じゃない？そうよね。ねえ、お母さん幸せ者だわ。あ、すみません部長、あ、すみません。なんたって骨董品集めが生きがいの人だからね。それもそうよね。あんまりモテそうなタイプじゃないもんね。きっとさ、会社でも女子社員から相手にされてないんじゃない？それを言ったらかわいそうでしょ。ごめんごめん、もう時間だから行くね。ごちそうさま。はい、行ってらっしゃ。あ、お弁当。あ、ありがとう。行ってきます。はい。
父さん何してんのこんなとこで。まあお父さんお行儀がよくって。どこが？ちゃんとベッドで寝ないと風邪ひいちゃうよ。まあお父さんこれでも会社じゃ女子社員の男手なんだぞ聞いてた？じゃあ、あすか、このアンクロスはお守りなんだから大切に胸の中にしまえって、もう何度言ったらわかんだん。もういいのいいのこれで。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。たぶん。はい、どうぞ。いつものな。かわいいじゃありませんか。ああやってアクセサリーにしてお友達に見せびらかしたいんですよ。さあ、思ってるね。おはよう、アスカ。あ、おはよう、みどり。あ、ねえねえ、チケット取れた？おはよう。あ、はよう。じゃーん。うわー、取れたんだ、ボミットのライブ。当然、チケットハンターと呼ばれるこの藤崎みどり様に取れぬチケットなどない。私、何着てこっかな。夏美、夏美、よかった、学校来るようになったんだね。夏美。何よ、嫌な感じ。行こ。あ、ねえ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 、昨日も出たんだって女吸血鬼。そんでもってファラオンが現れてやっつけたって話でしょ。でもさ、本当にいるのかな、ファラオンも吸血鬼も。絶対いるよ、この目で見たって人いるもん。あんたまだ食ってんの？一人っ子だもんね、大事に育てられてんだもんね。ほっといて。でもね、あんま食べないと私みたいになれないよ。なりたくないよ。うわ。ねえ、ところでさ、アスカどう思う？何が？ほら、ファラオンのこと。この薄汚い社会の裏で人知れず悪と戦う正義のヒーロー、本当にいいのかね。さあ、あれね、あれ夏美じゃない？あ、まあ、とりあえず午前中の授業は出ましたって感じかな。あ、ありがとう。あ、あっち。はい、陣ですが。あ、部長、あ、すいません、あの、今そちらに向かっておりますので。おい、夏美のことだったらさ、ほっとくしかないよ。変に同情してほしくないってところあるじゃん。そんな同情してるわけじゃないんだけどさ。うん、実はさ、うん、うちんとこもやばいんだよね。何が？ほら、うちの親父単身赴任してんじゃん。うんうん。向こうで女作ってんのバレちゃってさ。もうちょっとうまくやりゃいいのにね。バカだよね、うちの親父も。ほら、アスカ食わないんだったら私食っちゃうよ。うまい。平和なのはうちの家庭だけか。あれ？何やってんの、お父さん。
やだ、帰ってたの？あ、うん。ねえ、お母さん。なーに？もしもだよ。うん。その、お父さんが、うん。ストーカー。ん？お父さんがね、うん。ストー。あ、ストー？ストなんかやらないわよ、お父さんの会社は。じゃなくてね。そんなこと心配しないで早くお夕食済ませなさい。はい。お母さんはシャワータイム。お母さん。あすかちゃん、あすかちゃん、これどう？見て。ねえねえ、いい感じ？ただいま。明日帰ってたか。うん。お母さんはシャワー浴びてる。うん。どうした？なあ明日か、うん、何度も言うようだが、俺はな、超古代の神秘を封じた大切なお守りなんだ。何かあった時きっとお前の力になってくれる。だからカバンの中に巻きつけてないで、こうやって体にだな。いや、さっきはすまん。まあ、なんて言ったらいいか。お前ぐらいの年頃になると、急に父親が汚らしく思えてくるって、近所の今井さんから聞いたことがある。まあ、そりゃ、お父さんだって男だ。だがな、お父さんは、お前が考えてるようなやましい男では断じてない。それだけは覚えといてくれ。明日香、入るぞ。いいか、お前はお父さんの大切な娘だ。分かってるな？お父さん。もらってきてマスカにはやんないようだ。もうこの様子じゃ来ないよね。うん、帰ろ。私に何の御用かしら。あなたずっと私の部屋を覗いてたでしょ。泥棒にでも入るつもり？あ、違うんです。私そんなつもりじゃ。そう、そういうことだったの。噂の女吸血鬼、聞いたことぐらいあるでしょ。アラオンのお嬢さん。私がアラオンの娘？さあ、あなたのお父さんに連絡して。ただし
陣健一郎の姿で来るよ。どうした？その顔をめちゃくちゃにされたい。誤解です。私のお父さんは万年係長のサラリーマンで、いつもお母さんに愚痴言われて、けど最近お母さんなんかのろけちゃって、だから絶対ファラオなんかじゃ。さあ早くして。待て！お父さん。アスカ。待っていたよ、ファラオ。娘に手を出すな、ディアトス。嫌だと言ったら？何？伝説のヒーローも娘の命は惜しいか。その甘さがお前の限界だよ、ファラオ。違うな。それが私の強さだ、ディアトス。お前の血を一滴残らず吸い取ってやる。Ha ha ha!
これは超古代の神秘を封じた大切なお守りなんだ。何かあった時きっとお前の力になってくれる。お願い、お父さんを、お父さんを守って。ハザードホームだ。ハザードホーム？古代の神々はその大いなる力で一旦デュアトスを滅ぼした。